ただその逆境を頑張って跳ねのけてねっていう、まあ、そういう課外とか言うんですけど、朝課外、朝に授業やってる高校も多いです。朝授業僕嫌いですね。生徒伸びづらいなって思って。嫌いな高校の名前出るんですかこれ。多分大阪めっちゃ北の大学勧められてすごいええみたいな、ショック受けたみたいな、信頼してた学校生そんな北海道の大学勧められるとはみたいな、うん。さあ、では始まりました。もてちチャンネル。さあ、今回は高田先生においでいただきました。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、高田先生の好きな高校、嫌いな高校をちょっと聞いていこうかなと思って、さまざまな高校を見てきてると思うんですけど、はい、そうですね、はい。やっぱりありますよね。ありますね。うん、はい、おあ、この高校通ってて、あ、幸せやなって思うこと、はいはい、うわ、もうなんてかわいそうにみたいに。ただその逆境を頑張って跳ねのけてねっていう、まあそういろんな高校ありますね。なるほど。どっち言いたいですか。あ、じゃあ、ね、嫌いな高校の逆が好きな高校やったりするんで。おー、なるほど。嫌いな高校の特徴を話させてもらってもいいですか。うんうんうん、まず一つ目が、補習宿題が大量にある高校です。例えばもう朝ゼロ限目とか、はい、まあ、九州の方だと朝課外とかって言ったりするんですけど、朝課外普通ね9時半とかから授業始まるじゃないですか、はい、じゃなくてもう朝7時に集まってちょっともうみんなで共同制的に授業があるとか、そういう学校とかがあったりするんですよ。課外って課に外って書くんですか。そうですそうです、そうです、はい、課外授業なの課外ですか、はい、で普通課外って僕の高校もそうだったんですけど選択制じゃないですか、はい、ただ半ば強制的にやる学校とかがあったりするんですよ。ああ、なるほど、はい、朝かがいなんか朝かゆいみたいな感じですけど全然全然その女優じゃないんで朝自習みたいな感じですか。ね、自習型のところもあるんですけど、はいはい、自習だったら僕いいなって思うんですけど、はい、朝に授業やってる高校も多いですね。朝授業、朝授業、朝課外の講習みたいな感じですね、はあ、先生たちも大変、先生たちも大変、めちゃめちゃ大変やと思います。例えばそれで、まあ、朝潰れます、はい、で放課後も普通7限目がマックスやと思うんですよ。6限目の日や7限目の日がマックスやと思うんですけど、はい、8限目9限目とかで学校出るのが、まあ、それこそ夜の7時とか、はい、そんな高校に通ってる子とかも結構いたりしますね。7時8時とかも。そうなんですね、はい、それはやっぱためになんないですか。で僕的にはためになんないと思うんですよね、はい、やっぱり僕ら森田先生もそうですけど、はい、まあ、武田塾で働いてる人間としてはやっぱり教わってる時間じゃなくて自分で勉強してる時間に伸びると、はいはいはい、しかも学校ってもう一律じゃないですか。40人クラスなら40人同じ内容を教えると、はい、でも一人一人の志望校バラバラ、うん、今の学力もバラバラ、そしたら絶対40人一律の指導じゃ伸びない子の方が多いわけですよ、うんうん、だから自分に合ったものを参考書買って自分で勉強を進める、これが一番伸びると思うんですね、うん、でもそういうふうに講習とか強制的に授業をするっていうのが大量に時間を奪えてしまうと、どうしてもそのしわ寄せっていうのが自習の時間に来てしまうと。ほうほうほう、そしたら伸びないなって思っちゃうんで、補習が大量にあるところとか課外課題宿題が大量に出る学校とかは僕嫌いですね。生徒伸びづらいなって思っちゃいますね。なるほど。具体的にどういう名前の学校だ。あ、名前は何県、何県とか。九州地方はもうめちゃめちゃ課外多いんですよ。そうなんですね、九州はもう伝統的に課外がすごい多くて、はい、しかも一律強制ってところが多いですね。だから北九州予備校大丈夫なのか。あ、でもそれはあるかもしれないです。そのルーツが北九州予備校にはもしかしたら来てるのかもしれないです、はい、そうなんですね。であと結構私立高校がうちの高校は手厚くやってますよの裏返しで補習や宿題が多いみたいなところはあるかもしれないです。だからうちの高校入れば、うちの中学入れば塾いらずですよ、うんうんうん、だからもう7限目8限目授業します、課題もいっぱい出します、だからもうサポートバッチリですよっていうので、うん、私立高校がそういう風になっていったりとか。なるほど、はい、ははそれは生徒を呼ぶ側に使われてる。全国のお母さんは、うん、あ、すごいみたいな、はい、あ、この高校行けばもう大丈夫って思っちゃうんですけど、うんうん、最初はいいですよ。高1の頃とか中1の頃はついていけるんでいいんですけど、一、うん、回取り残されちゃうと自分よりも難しいレベルの補習とか宿題とかバンバン出るんで、もうついていけなくなるんですよね。なるほど、もう補習になってないですね、それね。そうですそうです、そうです。なので宿題が多いところ、課題が多いところ、補習が多いところとかは危ないな、なるほど、生徒伸びづらいなっていうふうに思っちゃいます、うんうんうん、学校の先生はねめちゃめちゃ頑張られてるんで、はい、
もっとやり方変えればもっと伸びるのになっていう風に思っちゃうって感じですね。なるほど。いや学校の先生もサービス残業になってないといいんですけど本当ですね。で逆にその好きな高校としては、はい、そういう宿題がほぼ出ないみたいな、もう自主性に任せるみたいな、うんうんうん、ところだともう自分で選んだ参考書を自主的に進められるんで、やる気のある生徒とかはそれでめちゃめちゃ成績伸びやすいなと思います。なるほど。でイメージ首都圏の高校とかは、うんうん、本当に結構自主性に任せてるなっていう風に思うので、勉強頑張るって気持ちのある子はどん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 進めていけるんでいいなっていう思います。具体名とかないですか？いろいろあると思うんです、首都圏のね、はい、自分自身はどうだったんですか？真ん中って感じですね。兵庫県立明石高校で公立高校やったんで、はい、宿題がめちゃめちゃ出すぎることもないし、うん、ただ補習とかいっぱいあったなって感じです。そういうのがまず一つ目の特徴ですね。はい、で二つ目が、はい、生徒のことを考えていない進路指導をする高校が僕は嫌いです。これもどちらかというと地方の高校あるあるやったりするんですけど、地方の高校ってやっぱその隣の高校と合格実績を競ってたりするんですよね。ありますね。だから、例えば分かんないですよ、分かんないですけど、例えば徳島県の高校だったらば、徳島大学に何人合格させたかとか、国公立に何人合格させたかっていうのがめっちゃ大事やったりしますと。じゃあ早稲田慶応受けるっていう子に対して、いや徳島大学行っとけよと、そうしたら徳島大学1名増えるじゃないですか、国公立1名増えるじゃないですか、っていう風に学校のためとか先生側のために生徒のめっちゃ人生かかってるのに、生徒の人生を変えてまでそういう進路指導をするところがあったりするらしいんですよね。はははは。先生なんかびっくりしました。なんかあの稚内大学じゃない、何でしたっけ、稚内大学帯広なん、帯広畜産、はいはいはい、じゃないな、どこだったっけな、北海道の北見大学、わかんないですけど、はいはい、なんかめっちゃ北の大学勧められて、はい、すごいみたいなショック受けたみたいな、信頼してた学校の先生にそんな北海道の大学勧められるとはみたいな、びっくりしましたけどね。まあ、矢部先生がね、まあ、現役時代勉強しなかったというか、悪いっちゃ悪いかもしれないですけど、生徒の夢を変えてまで高校の合格者数を増やすために進路を変更させるのって良くないなって思います。なるほど、はい、ありますね、合格実績を考えてっていうの、はいはい、よく考えたらぶっちゃけ僕ですらありましたね。僕の学校ですらありました。新学校でも何でもないのにあります。なんかどこ目指してたのにどこに帰ろって言われたとかとか、そうですね、やっぱりすごい頭が良かった、はい、うちの代なんていうのはですね、はいはい、上位3人が専門学校を選んだんで、はい、おー、はいはい、それはすごい先生たち頑張って、なるほど、何とか大学行かすぞ。でもその子はその子で専門学校に行ってやりたいことがあったはずなのにってことですよね。そうです、そうです。あ、それ良くないな。そういうのもあるですね、やっぱり、うん、そうですね。だから特に高校生ってやっぱりまだ社会のことわからないから、うん、先生の言ってることが絶対っていう思考になりやすいと思うんですよ、うんうんうん、なんか今こういう風に YouTube で、まあ、森哲先生もそうですし、うん、教育系 YouTuber の人がブワーっていろんな情報発信してるじゃないです か、 だからそれってめちゃめちゃいいことだなと思ってて、うん、先生の言うことが絶対やったって時代から今 YouTube とかネットとかでいろんな情報を取捨選択する時代になってきてると思うんですよ。だから先生の言ってることを 100% 信じないでほしいなと、うん、僕はそういうなんかおかしな高校があるぞっていうことを、まあ、この動画を通して伝えたいですし、うん、その情報をもとに自分に合ったぴったりの進路って何なんだろうみたいな、地元の大学に行くことだけが正義じゃないぞみたいな、そんなことを伝えられたら嬉しいですね。なるほど。え、それ嫌いな高校の名前出るんですかこれまあ、まあ、大阪高校、出ちゃった。京都、うわー、だいぶ限られる。僕も実際関西地方で指導してた時に、はいはい、うわこの子全然寝れてないのみたいな、学校の宿題をやるのにもう毎日徹夜みたいな、大丈夫みたいな、そんな宿題出るのみたいな、そんな感じだったんですね。そういう結構本当に鬼のような宿題が出る学校とかがあったりして。自分は受けてた時進路指導とかあったんですか？僕の学校は全然健全進路指導で、はい、そうだったんですね。いい進路指導を受けたなと思います。でもやりたいようにっていう感じで、はい、そうですそうです。でまあまあ兄弟だったらそこはもう反対しようもないし、はい、でも行けると思ってたんですか、その学校の先生たちは？多分行けないと思ってたと思います。あ、そうなんですね。なんでかっていうと、はい、僕朝から夕方まで内職してたんですよずっと学校の先生の授業全部無視して内職してて、はい、理系のクラスやったんですけど分点して、はい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 、もう定期テストもめちゃめちゃ低かったんで、はいはい、40人中30位とか、はいはい、もう全然ダメダメやって、学校のことを本当に無視して生きてきた人間やったんで、もう兄弟受かるとは思ってなかったと思うんですよね、多分、はいはいはい、受かったって報告したら、まあ、結構びっくりしましたね。あの内職マンが内職言ってましたよ先生も。あ、そうね、内職するやつ落ちないって内職するやつ落ちない、内職するやつ落ちろっていうふうにね、はいはい、だから内職するなってことをね先生も言ってましたけど、はいはい、自分がねちょっと逆を証明しちゃったな
まあ、あります。確かにうちの学校も言ってました。内職するやつは落ちるって言ってたし、うん、進路指導室から赤本盗むやつは落ちる全然因果関係ないですよね、まあ、盗むのは良くないです。絶対落ちるとかって言ってましたけどね、はいはい、全然因果関係証明されてなかったですけど、はい、本当に今いい時代ですよね。それこそ、まあ、スタディサプリとか、はい、ただ呼びとか学びエイドとかで、まあ、いろんな有名な先生の授業も受けれるようになってますし、うん、こういう情報とかもね、もう武田塾チャンネルでもバンバン出してますし、はいはい、ね、こういうあの森出さんのチャンネルもまだしますし、学校の先生だけが正義じゃないなっていう、はい、いろんなとこから情報を収集することが受かるコツかなっていうふうに思います。うん、なるほど。ぜひじゃあそういった形で、はい、みんな高田先生の言うことも真に受けずに、はい、そうですね、僕も偏った人間なんで 100% 正しいこと言ってる自信はないですが好きな高校と、ね、嫌いな高校っていうテーマでちょっと高校の教育について話しちゃいました。はい、はい、ありがとうございます。